子猫鼻血が出ちゃう。落ちて鼻血が出ちゃった時の映像をフルでお見せします。勢いよと初めてタワーを登ったよ。勢い余って落下。受け身も取れなくてドジっこすぎました。鼻血が出てすぐさまママに甘えたよ。鼻血をキッシュで拭いてる最中にママに抱きつきに来る。痛かったね。かわいそうだったけど、タワーから落ちて鼻血出る子初めて見たよ。タワーが高すぎたかな。運動神経もあんまり良くなかったかも。タワーは一段ずつゆっくり登ろうねって教えてあげればよかったよ。涙目になっててかわいそう。この日は来客もあったからかっこいいところ見せたかったんだよね。いつもよりはシャイ出たから気をつけて見てなくてごめんね。いっぱいよしよししてあげたよ。痛かったね。甘えてくるちゃちゃかわいいな。この子は本当に甘えん坊。病院に行ったけど骨も折れてなくて本当によかった。以上、ちゃちゃ鼻血事件でした。